空挺部隊が来ました。敵への不意打ちをお任せください。わざわざスーツに着替える必要はないですよね。そろそろ出発しましょう、社長。最初はただかっこよかったから空挺部隊に志願しました。だけどこんな悲劇を目の当たりにするとは。空挺部隊でベテランになれる人材は何をやらせてもできる人です。空挺部隊員になるには度胸が必須です。毎回敵陣のど真ん中に飛び込んでいきますからね。特技は敵が振り返らずにはいられないようなちょっかいを出すことです。戦闘靴を磨いておいた方が良さそうですね。命令なんで従いましょう。指示通り完遂いたしました。地面に打ち放たれる時間だ。おい、みんな生きてるか？頭から降下したやつは横になって休んだろ。ついに私たちの番ですね。敵を挟み撃ちにするぞ。どうなるかわからないので予備は持っていた方がいいでしょう。訓練終了。これなら陸に足を下ろす前に倒れる心配はありませんね。これで敵は振り向く暇もなく眠りにつくはずです。素敵な夜になりそうですね。なあ、バンジージャンプをしたいのですか？これからも優しく落としてくれるならいいですよ。プライドがありますから、これだけもらっておいて怠けることはありません。こんなだから陛下を変更できないんだ。